おはようございます。おはようございます。さあ始まりました第58回ハートビートラジオ、前回に引き続き、私小松崎翔吾と、三枝聖太と、古道文化財団研修所を担当しております石原康彦、皆さんからはガンとかガンさんと呼ばれております。ありがとうございます。ありがとうございます。改めましてでございますけれども、前回ですね、喋、りすぎました。はい、やりすぎました。やりすぎました。今回もですね、はい、でもね、大切な内容だったので、うん、このまま行こうと、たっぷり、2週にわたってお送りしようということになりまして、はい、研修所来たれ来たれ研修生と題しまして、はい、古道のですね、人を育むこの場所から、はい、ラジオを通して皆様に研修所のことを知っていただこう、はい、ということをお送りしてまいりますということで、はいはい、前回はですね、まあ、研修所とはというところと、うん、研修所のまあ生活のこと、うん、はいはい、そこから生活即舞台という言葉に、はい、焦点当てまして、うん、いろいろな、ね、研修所での暮らしの意味だったりだとか、うん、それぞれのことを振り返って自分たちの思いも話して、はい、そこがね、だいぶ、うん、そう熱くなっちゃった。ガンさんに見守られる形で思いが溢れてたね、はい、うん、本当に、うん、ガンさんの話がですね、本当に染みるの染みてね、うん、軽はずみにね、次に次行きましょうとかって言えなくなっちゃったんです。今天井ぐらいまで上げてくれ落ちる準備もしとくよ、はい、今回はね、しっかりまとめましょう。はいよ、はい、それでは行ってみましょうか。ハートビートラジオ。はい、あ、食い気味で入りましたね、うん、はい、ガンさん改めまして、今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はいはい、聖太くん、はいはい、今週はですね、今週はポンポンいきますからね、はい、お願いいたします。まあ、来たね、研修生いきます。いきますよ、はい、もう、ですね、切り替えていきます。今回は、トークテーマ2というところが始まりますなぜなら先週が1だったからですね、はい、先週が1だったので、研修生の時の話、はい、私たちが、あ、なるほど、実際に研修生だった時の話とか、はいはい、このトークテーマ、この後はこれから先の古道について話すとか、なるほど、まあ、我々この研修所は古道の根っこですから、はい、まあ、引いてはこの先の古道を作っていく、うん、はいはい、見ていく、考えていく、うん、研修所っていう視点からね、そう、はい、なんでそれを話していきたいと思います。よし、まあ、研修生の時の話してみようって言ったって、はいはい、どういう側面からいくかっていう話ですよ、うん、なるほどなるほど。なんか苦労したこと、はい、とかってあります？苦労した話、いや、でも自分としては実際その研修所に応募する経緯が、うん、まずそれまでその前ね、自分のラジオでも話させていただきましたけれども、うん、その親にですね、はいはい、お前はもうちょっと人間のやっぱす手、あ、で、人間の手じゃない、それは底力をちゃんと、はい、土台をちゃんと作りなさいと、はい、その世界に行くならばということで、うん、私は個人的に親に、そういうことを言われて、自分でも確かになと思って、うん、そしたらやっぱり自分が一番きついと思っていたこの研修所に行こうと、うん、ある種簡単な言い方をすると、きついものを求めてきてたので、あははは、まあ、苦労しに来たって言ったら大げさかもしれないですけれども、はいはい、まあ、それを承知で来たんですけれども、うん、実際はやっぱり求めてたもの以上にしんどかったことがありました。あ、うん、あ、やっぱり自分としてはその朝の早起き、はいはい、まあ、前回の放送でもありましたけどね、はい、5時の、うん、そこからのトレーニング、はい、そういったものがですね、しんどいなっていうのは最初思いましたね。生活のそのリズムになるまでは自分が、でもやっぱりそこが苦しいことから見えてくるものが一番覚えてるんですよ。あ、 今思い返してみると、やっぱりそういうものっていうのは、あの、根っこっていうところと、まあ、苦労っていうところで、それはね、うん、後半から楽しむようになってくるんですね、はいはい、きちーみたいな、笑いながら、そう、はいはいはい、でお日様が綺麗だったらおはようみたいな、ちょっと危ないテンションになるんですけど、はい、朝からどうやったら自分をそのきついからこれ脱却しようかみたいな、うん、まあ、苦労っていうとやっぱり朝のその時間をやっぱ乗り越えたところが苦労ですけれども、そこから見えてくるものっていうのは非常に多かった。あ、ここまで、はい、じゃあ僕も一個言っていいですか。どうぞ。ガンさん、長かったら止めてください。オッケー。いや、でもそんなことで苦労する場合ちゃうどと、まあ、ガンさんも多分翔さんもおっしゃるかもしれませんけど、うん、はいはい、やっぱね、やってるこっちとしてはっていうのが一個あって、はいはい、やっぱね、
同期との人間関係来ました。あのね、これはね、苦労話って言ったら僕は一番思い浮かぶ、うん、で研修所っていうのは2年間ありまして、うん、で、4月に入所してきて、はいはいはい、来るわけですけど、うん、僕は一番研修生活してて一番苦しかったのは1年生の4月、はい、なるほど、あの出会いたてだ、素性もそう、知らない若者20人がいきなり研修所にバンと集まる、はいはい、でやっぱりあの 僕の木は、うん、まあ、偶然ですけど、はい、その太鼓をやってた人が多かったんですよ、うん、なるほどね。でそれは裏返しにすると、はい、俺の太鼓というスタイルがあった人たちが多かったんです、うんうんうん、僕の同期には、はい、だからどこかにいらない誇り、いらないプライドが見え隠れしてたんですよね、うん、でもちろんそれは僕にもありました、うん、正直に言って、はい、でそういうものがやっぱ同期とね、あのこの太鼓を一緒に打っていく、うん、一つの曲を作り上げていく、うん、なんか生活を回していくっていうところで、うん、なんかね変なねごたごたをねやっぱ生むんですよね、うん、なるほど。でもさ、それって太鼓に集中してたらそんなこと起きんやろっていう感じですけど、はいはい、でもやっぱり太鼓叩いてる以外の時間は全部人と人との関わりの時間ですから、はい、そういうところがねうまくいかなかったっていうのが最初はね、うん、もう喧嘩でまあどんどん丸くなっていくんですけど、うんうん、2年の最後の方と比べてやっぱ1年生の4月っていうのは僕は思うとすごいやっぱ尖ってたし、うん、逆に自分が心開いてなかったなって思うのがまあ苦労ちゃ苦労かなっていうね、え、それぞれの木でやっぱりその人間関係っていうのは絶対ぶつかる壁だしね。人間関係っていうか、ね、あの、うん、今ね、うん、どうした、タイムがね今こう、うん、表示されて大事ですよ今回は。そうそう、今回はこれを、はい、ちゃんと見ていきたいと、はい、まあ人間関係っていうとちょっとマイナスな言葉に聞こえるかもしれないけども、はいはいはい、本気でぶつかり合ってる分だけ譲れないってなんか思っちゃうところが、うん、今思えばくだらないと思うけど、うん、その時はガチだったんで、うん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 、なんか結構とがって頑張ってたね。いや、やっぱそう見えてやべえ。画面の向こうの皆様に伝わってますでしょうか、このタジタジが、はいはい、この重心の上がり方が伝わっておりますでしょうか、はい、いや、ちゃんと分かってるんですよ、ガンさんは。でもやっぱり、うん、やっぱり年月っていうのはやっぱりすごいなって、うん、その中でいろいろ経験して考えてきて、うん、それで今ここでこう言葉が出てるんだろうなっていうのはすごく、うんうん、なんかそうですね、はい、ちょっとねプチ嬉しいのよ。あ、本当ですか。別に俺が何かしたわけじゃないけど、やっぱりそうやってこうね積み重ねていって、それで人っていうのはこう変わっていって、うん、でそれをねやっぱりここの研修生にまたね、渡していくんだなっていうのをすごく感じます、うん、ぶつかることも怖いんだよね最初は。そう、うん、だけどやっぱりその木によってもあるけれども、うん、どん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 みんなでこうぶつかり合い始めた頃の音ってのがまた違うんだよね。ああ、そうなんですよね。ある、あ、分かる分かる、はい、これね分かるかな、本当に変わるんですよ音が。研修生を見てるとそう思うんですよね、うん、あ、どんどんやっぱ変わってきてんなっていうのね。そう、なんか細かいこと に、うん、にもうそのなんかあいつがムカつくとか、うんうん、ご飯がまずかったそういうことになんかね、そういうことに集中してられるうちはまだ集中してないんですよね、うん、そう、舞台を目指すってところのもとに一つになると、なんかこうものすごいエネルギーがある時から突然バーンって出るっていうのはなんかあるなって感じですよね。ぶつかりのこう質も変わってくるしね、うん、話長なるよ。よっしゃ、ガンさんの頃のちょっと話聞きたいです。そうそう、ガンさんが研修生だった時の話聞いてみた。忘れた。いやいや、でもね、覚えてる。やっぱりあの自分はあのね周りに心配かけながら飛び出してきたので、はい、もし準メンバーになれなかったら変えるところがないなと、はい、うん、やっぱり特にまあ父親にはもうあの帰ってくるなと、感動じゃと言われてきたので、本当にもうこれ変えるとこないなって思って、うん、その自分の焦る気持ちと、うん、それを落ち着かせるのに精一杯、うん、まあ、それが大変と。なるほど。体力的にしんどいのは自分がもう望んできたことなので、うんうんうん、しんどいけどもそれはもう自分にとってはすごい贅沢、うん、やったかな、はいはい、うん、でもやっぱ気持ちをこうそうやって落ち着かせて、うんうん、一歩一歩進んでいくしかないって自分に言い聞かせるのが、うん、あ、まあ大変やったというか、うん、自分で、うん、一生懸命向かい合ってたことかな、うん、なるほど、そんな感じです、うんうん、確かに、うん、本堂で遠く離れた家族とかのとは毎日顔を合わせられるわけでもないですし、声が聞けるわけでもないですからね、うん、どういう気持ちでいるかなとか、うん、そういうのはまあ
前回の放送の時もありましたけど、トレーニングして走ってる時とかにこの姿を見られたら、この走ってる姿を今見られたらどうかなっていうのをなんか常に問いながら走るというか、なんかそういうのは僕も研修生の時にずっと思ってたことですね。結構みんなあるんじゃないかな。なんかしんどくなってたりとか、必ず怠けないことなんてないじゃない、言ってしまえば、本当にそういう時に一番効くのがこれ今見られたらっていう自分のマインドに持っていく、その想像力っていうのをすっごい働かせてて、どうやろうって考えると、うわー多分これなんかね、応援してくださってる方もいますからね。でそれで手紙とかもらうわけよ、みんな応援してますとかで、僕も頑張ってますなんて書くじゃない。いやこれ書いてる自分がね、こんなんでいいんかっていうところが一番奮い立たせるなんか要因だったりだとかっていうのしますよね。そうですね、なんだかんだ言ってやっぱりそういうなんていうかな、支えとか、支えであったり、はい、まあ、自分なんかもやっぱり親父にそう言われて飛び出してきて、はい、でまあ研修所を終えてからもこう自分の気持ちがこうくじけそうになるときに、はい、これで辞めるとかなんとか言ったら親父に何言われっかなっていうのは、せやから言ったやろみたいな、あそらあかんそらあかんと思って、うんと思って、まあそういう、まあね、そういう意味でこうちょっと逆説的なところもあるけど支え、はい、やっぱり親の思いっていうのが支えになってたかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。逆にすっげー楽しかったみたいなエピソードあります？楽しかったエピソード、研修所で楽しかった、やっぱなんか我慢すれば我慢するほど贅沢っていうか、その解放された時の喜びっていうのはすごくあるんですよね、各所各所で、はいはい、まあ、まずはぐわっと歯食いしばって作ったお米のうまさ、あー出た、いただきます。これはうまいんですよ。いただきます。あんだけ、はい、すっごいすごい頑張って育てるんですね、草取りをしまして、はい、まあ、田植えとか種もみて、もう長くなるわ、長くなるなそれだけでしょ。でもそう分かりますよ、お米の苦労した分作ったお米の美味しさと、あとは僕たちの時はそれほどその人前で演奏するっていう機会がなかったんですよ、はいはいはい、でその限られた時間の中で佐渡島内の方の前で演奏とかした時にいただく声、よかったよとか研修生頑張ってねって言われた時のその喜び、それはすごい分かります。本当にね、心に一日だけなのよ、しかも一言二言なんだけど、1年間支えてくれるのよそれが。あ、分かります。その言葉がよかったよ、応援してる。例えばそれでお祭りとかね、あの参加させていただくことあるんですよ集落に。その時にもらった頑張れよっていう言葉とか知ったとかっていうのは本当に支えてもらうなっていう。そこはね、あ、これ楽しい話だけど、今でも楽しい話でしたよ最初は、楽しい、嬉しい話からの解放が楽しいと、それかなやっぱり、だからその分頑張れたかなっていう。でもありますよね、あの研修所に来てくださる講師の方でも、はい、すっごい厳しい方いるじゃないですか、はい、で踊りの稽古をつけていただいて、もう汗びっしょびしょになって、なんかもうね、もうすっごい厳しいじゃないですか、はい、ご想像にお任せしますけど、はい、でね、その先生にあの縁になって、ありがとうございました、稽古をつけていただいてありがとうございましたと、十数回こう稽古をつけていただいてありがとうございましたと、毎回稽古の終わりにやります、はい、けどその先生はね、はいって言って、次回もそう、次回もねって言って、はいって言ってまた立ち去っていかれる、はい、でそのね、十数回の一番最後、もうみんなね、先生が入ってくるだけピシッと、はい、ピシッとなって、でも歩みの稽古から始まるわけです、曲をかけて、はい、はい、じゃあ稽古って言われて、はい、でこらと言われながらね、やって、で十何回終わって、はい、じゃあ次はもうプレイヤーの前で、メンバーの前で、はい、研修生の発表会ですよと、踊りの発表会、はい、でもう先生の稽古はありませんと、あとは自分たちで頑張ってくださいねと、はい、一番最後の稽古の一番最後の挨拶で、ありがとうございましたって言った時に、先生が満面の笑顔でお疲れ様って言ったの。うわっ、なんて言ったと思って今なんて言った、今なんておっしゃいましたみたいな、先生え怖かったのにと思って、そういうなんかあのお疲れ様が世界で一番嬉しかったあのこんな嬉しいお疲れ様あるんか、いやあるんですよ講師の方々の優しい声はね、飴とムチっていうか、こう本気で向かい合ってくださってたんだっていうのをその時に感じた、そういうなんていうかな、本気をもう体で浴び出る場所っていう感じがするかな、いやだから腹決めてね、
いやぶつかってった方がいいなと思います、うん、今となっては、うんうん、その当時の自分もなんかわけも分からずとにかく元気で頑張ろうと思っててよかったなっていうのが、もう一回やろっか、もう ありがとうございます、やろうか、もう一回やろうかな、もう一回こっかやろうか、もう一周、人生リトライ、もう一周やりたい2年間頑張ったもんね、うん、ありがとうございます、うん、確かに。でもある時から腹が決まりますよ、そういうね厳しい先生に出会えたことで、ほんとなんかこうちょろまかしてたら絶対に乗り越えられない壁っつうものを肌で味わうことができる、うん、なかなかなかったです僕には。一番感動っていうものを実感したかな、感じて動くと書いて感動と、ね、本当にこれはね間違いなく言えるんですけど、はい、これが感動かというのはすごく感じた、うん、なんかドンってくるんよ、はいはい、ありますね、ドンってきてブワー泣いたりとか、うんうん、いっぱいありますね、涙、うん、涙出るね研修所の生活って、なんか涙出ます、いろんな場面で、うん、確かにな、うん、いろんな場面で本当なりますね、そう、うん、別にこう泣くために泣いてるんじゃないけど、はいはいはい、いろんな場面で嬉しい涙だったり、うん、悔しい涙だったり、はい、うん、不思議な涙がたくさんある、自分でも知らないなんか自分を見せてくれるっていう場所かなっていうのがすごいある、うんうん、心をつかまれるとかね、うん、心の琴線に触れるっていうか、うん、そういうなんか言葉がよくわかるというか、うん、そうだからなんか顔つきが変わっていくのね、研修生って4月の最初に、1年生の来た時に撮った写真から、はい、2年間終えて最後の写真と、うんうんうん、研修所に来てなんか資格が取れるわけじゃないけど、はい、顔つきが変わるのね、それって変えれるもんじゃないと思う、表情はその時に作れるけど、うん、顔つきっていうのは、まあ、2年間、しっかりと走り抜けた証だなっていう感じがします。鳥肌立つ、そうですね、うん、確かにしんみりしちゃうな、思い出すとな、なんか、うん、そうですね、うん、やっぱりさっきも僕は同期と最初の頃はうまくいかなかったって話したじゃないですか、はい、でもまあ逆に言えば2年間終わる頃にはやっぱ同期ってかけがえのないぐらいの仲間になるじゃないですか、まあ、どの期もそうですけどね、うん、みんなもそうなんだけど、うん、今なんか悪いかもしれないけど、うん、終了する頃にはもう本当になんかかけがえのない仲間とか言うのが恥ずかしいぐらいいて当たり前だし、なんかふざけて当たり前だし、喧嘩しても絶対仲直りするじゃないですか、せざるを得ないし、うん、一つのものに向かって頑張ってるから、うん、っていうなんかこう別に言うのも恥ずかしいくらいな感じになるんですよ。でもそれでまあ選考を経てメンバーに選ばれるわけですから、うん、僕の同期が全員メンバーになれたわけじゃなかったんですね、はい、でその中で、まあ、同期で一人メンバーになれなかったやつが、はいはい、もう結果が出た日に、うん、発表された日に、はいはい、僕は受かりました、うん、あなたは落ちましたという状況が研修所の中であるんです。ありますね。それはもう2年間同じ目標に向かって頑張ってたやつが、うん、ある日突然違う、明日から違う人生を歩むっていう宣告をされるっていう、うん、まあそんなつもり、なんかそのちょっと変な言い方しちゃいましたけど、宣告をするっていうつもりで僕らにその通告を出すわけじゃないと思うんですけど、うん、もう言われる側からしたら人生を分かつほどの大きなことですし、はい、それが同期が今まであんなに笑ってたやつが一言も話せないし、うん、もうっていう時があるんですよ、うん、研修所っていうのはそういうところですから、2年間一緒に頑張っててもそうなる、そういう厳しい場所ですからね、はい、でもう俺太鼓叩けねえなってポロッと、うん、その僕の同期が一言言って、うん、で僕はそれに何も言えないですよ、うんうん、そうだよなとも言えるわけないですし、うんうんうん、いや叩けよとも言えないし、うんうんうん、もう僕は何も言えないです、うん、僕にはそいつの気持ちは分かってあげられないし、そうだね、お前には俺の気持ちは分からないって言われて当然ですから、うんうん、だから僕は黙ってたんですよ、うん、で叩けねえって言われて部屋にフォーってパーってみんなそれぞれ思うことあり部屋に戻って行ったら、うんうん、そいつが大太鼓叩き出したんですよ、うん、どうね、この稽古はそこの叩けねえって言ったのにね、そこの大太鼓、うん、でそいつが大太鼓叩いてるっていうのは一発で分かったんです、うん、音で音で、はあ、もうこいつの音だ、あいつの音だ、うん、同期が全員ピッて開けて、うん、もうこの音はあいつしか出せないと、うんうん、でどんな気持ちでこの大太鼓打っててって、うん、みんなね無言で稽古場にどんどん集まってきて、うん、もうそいつ申し合わせたわけでもなく、申し合わせたわけでもなく、はあ、そいつの大太鼓の音がしてみんなで稽古場に来て、うん、ボロ泣き、
もう全もうねもう思い出すだけでもグッときますけど、うん、なんかあいつのお太鼓をなんかこう 見れたこと、うん、そういう経験ができたことってもうなんか研修所の感覚でしかないかなって思うし、うん、なんかありがてえなって思うし、そういう同期と会えたことが嬉しいなって思うし、うん、なんか研修所の忘れられないエピソード、もう絶対忘れないあれは、うん、もうあのサウンド、うん、あのもうなんかね、ほんとね表現できないですけど、うん、うん、もう これ以上ねえなっていう思いの詰まった音というか、そいつの気持ちを音がもう全部教えてくれたというか、あるよね。でもやっぱり言葉を超えるというか、うん、こう言わずもがなとか、うん、そういうところでつながれてる実感っていうのはすごくある。太鼓の音だけじゃなくて、うん、もうなんていうか言葉交わさなくても分かるっていう感覚っていうのは非常にここで養われるし、あれが僕それぞれにあるよ。あるよな、みんな喋りたくなってると思いますよ。はい、同期っていうのが面白いね。同期っていうのは今離れることになった同期のこと言ったけど、はい、うん、俺準メンバーになれたから OK よっしゃで自分はアジア帰るわっていう、それだけのものじゃないものがなんか残るなと思って、うん、今の話もそうやし、それ聞いてて自分が思い出したのは、まあ、3年4年ぐらい前かな、はい、1人だけメンバーに先行されて、あとみんなバスで帰ったのね、うん、朝のバスで、うん、でそれをまあ見送りに行って、うんうん、まあ、普通やったら残ったメンバーはよし残れた、うん、まあ、別れるのは寂しいけどっていう、うん、そんな感じで見送ると思うんですけど、その見送ってた、うん、もちろん帰る人ももう涙だったんですけど、はい、見送って一人合格して残れた人がもう涙で、ね、もう顔がもうビエーってなるぐらいの、すごかったですよ、ね、もう名前は言うのはちょっとあれなんで、純平くんなんですけど、はい今まあね、しっかり出来上がった流れ出来上がった本当に、うん、自分が残って嬉しいっていう、そういうことじゃなかったのね。もちろんその気持ちはあるやろうけど、うん、自分が一人になったという気持ちもあるし、みんなを見送るそのいろんな気持ちが多分溢れ出たんやろうね、あの時ね、うんうん、もうなんかその同期っていうのを考えるときに、うんうん、ただただ2年間一緒に来て結果が出ましたっていうだけのものじゃないものが残る、うんうん、まあ、それも研修所なのかなっていう感じがしますね。いやー、心が今渦巻いて言葉がね詰まっちゃう。僕はその純平くんの現場に立ち会ってたんですけど、はいはい、出ない言葉がもう言葉がな、言葉今ちょっと泣いてますからちょっと来てます。うん、まあでもそんな人と人とのつながりをまあ実感できるっていうのも研修所の、いやそういう側面あるね、うんうん、非常にそこが、まあ、魅力って言っちゃ本当に軽いくらいの、そう魅力っていう言葉をね、うん、ちょっと使うの微妙なんですけど、そんなことでは表現しきれない、やっぱりでもなんか宝物ですよね。そうだね、一緒だね、そういうやっぱり人のつながりと、はい、あと前回の時に話したようないろんな周りの自然とのつながりの中での、うん、まあ、気づき学びっていうのがこの研修所かなっていう感じがなんかね、うん、しますね、うん、はい、うん、ありがとうございます。次行きます、だんだん行きますか、はい、じゃあ行きましょう感動しちゃった俺も本当に、ではトークテーマ3に移りたいと思います、はい、切り替えていくよ。はいよ、ちょっと危なかったから今危なかった、よし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 、次自分でも話して危なかったじゃあね、これから先の鼓動と来ましたね、最初にも言った通りのテーマですけども、はい、まあ、これは何どういう気持ちで、うん、今回ね台本私が作ったんですけど、どういう気持ちでこうしたかっていうとですね、まあ研修所っていうところは いろんな研修生をまあ研修所に迎えて、はい、そこで私たち全力でぶつかり合って、で一緒に世界を回り全国を回るメンバー育てるわけじゃないですか、はい、でつまりはまあ根っこの部分、種の部分になるんで、はい、これから先の鼓動がどうなっていくのか、うん、どんな僕たちは人たちと一緒に舞台を回っていくのか、うん、っていうことを話して、こう研修所を目指す皆さん、まあ皆さん目指してるわけじゃないかもしれない、うんうん、あなた研修所を目指すあなたに、うん、なんかこんな僕たちは気持ちでワンアースツアーとか交流公演とか太鼓叩いて回ってて、
こういう人たちと一緒に太鼓叩きたいなっていうことが伝えられたらいいかなと思って、それを話すきっかけになればいいかなと思って、これから先の鼓動というテーマで話をしていきたいなと思います。はい、なんか、うん、小松さんはあれですか、うん、こんな人と一緒に太鼓を叩いてみたいとか、うん、こんな人に研修生として鼓動の門を叩いてほしいなとかって あったりします？うん、そうね、なんか自分が研修生だった時の記憶しかないから、うん、やっぱりそれは一概にこうだっていうのはなかなか難しいけど、はい、個人的にはやっぱり自分の時っていうのは、まあ、年齢制限もなく、しかもまあちょっと今とは仕組みがちょっと違った時期で、いろんなところからいろんな人が、年齢も違えば経歴も多彩な、うん、人が来てました、はい、同期で言うと本当に南米留学経験者がすごく多くてですね、うんうん、ペルー、ボリビア、ブラジル、メキシコあたりのですね、はいはい、で後輩には生粋の日系3世、ブラジル生まれブラジル育ちのやつがいて、だいぶラティーナっていうか南米の空気漂う28、29期だったんですけれども、はいはい、さらに年上もおりまして、うん、後輩には35歳、32歳男性女性も問わず、うん、で先輩にもいろんな年齢幅の方がいらっしゃいました、はい、で同期にはですね、太鼓未経験者もいましたし、太鼓未経験、うん、2歳から太鼓始めたっていう人もいました。エキスパートだ言うな、はい、そういう人もたくさんいたし、はい、本当にさまざまな文化、価値観、そして思いっていうものが渦巻いてたね、僕たちの木は、木っていうか僕たちの時代の時は、はい、だからなんかそこで一番みんなに共通して言えるのは、やっぱりこの研修所面白そうだなって思ってみんな来てた、なるほど、うん、とかあとは情熱があった、うんうん、鼓動のメンバーになりたいっていうだけって言ったらすごい語弊があるかもしれないけど、うん、もちろんみんなそこは土台にあるんだけど、あの舞台にちょっと憧れてっていう、うんうん、でもそれよりもなんかここ行ったら面白い人になれるんじゃねえかみたいな、なんかそういう、やっぱりあの自分の人生の履歴書を面白くしたいっていう僕たちのなんか言葉があって、木の中で、うん、本当のあとは豊かさとは何かっていうものを求めてきたりとか、なんかそういう時代だったんよね。だからなんかあの太鼓やってるやってない関係なく、どういう人が来てほしいかっていうよりかは、ここを一つのチャレンジの場所だと思って来てほしい、自分を試すみたいな、うんうん、僕もそういう意味で来たし、お前は出せって両親に言われて来たから、なんかそういったところでその舞台に憧れるプラス、なんか人としてなんか情熱的な思いを持った人、うん、その先で言えば、なんかそういうおもろい人と一緒に舞台立ったら、うん、なんかいろんな人とさらにそこで世界巡って、うんうん、さっきワンアースっておっしゃってたんで、うんうん、行くと見たことない世界一緒に見れるんじゃないかなっていうふうに思うんで、うん、情熱と人としての面白さみたいなもの、うん、だからきっとあの翔さんが言いたいのって、うん、もう太鼓がすごい上手で、うん、もう音楽がもうすごいプロ級に上手い人の集まりである必要ないよと、うん、あもうそれはそうだね、うん、もうこれまでのいろんな研修生の先輩も後輩も見てもそうだけど、うん、やっぱみんなそこを思う言うと思うわ、うんうん、人としてっていうのが大きい、うん、人となりっていう感じがすごくするかな、うん、ガンさんはどうですか。うん、今しょうさんが言ってくださったこと、はい、いやそのままかなと、情熱と面白さ、うんうん、やっぱ情熱はやっぱりね、あの欲しいですよね、うん、もうやるぜっていう、こう2年間をここにもうぶつけるっていうそういう思い、うん、であと面白さって言ったけど、まあ前回自分自己紹介した時に関西出身って言ったんですけど、はい、まあ、関西でいうあのおもろい人、はいはい、あの関西で お前おもろいなって言ってもらったらすんごい褒め言葉なんですね、はいはい、あのおもろいなっていうのはなんか面白いことを言うっていうことじゃなくって、うん、自分なりの考え方を持ってるな、自分のなんかオリジナル、うんうん、そういうものを、うん、あの持っててそれを出そうとしてるな、うん、そういうあのお前おもろいなっていう、そういうおもろい人に来てほしいかなと、うん、なんかここに来てあのルール守ってこれやりました、これできるようになりました、どうですかっていうんじゃなくって、あ自分これやりたいんです、あこういうのことやらへんやらないんですか、うんうん、ちょっと自分こんなの考えてみたんですけど、はい、まあ、そういう、自分からどんどんこう研修所の中で動いていくような、うん、まあ、なんかそんな、うん、エネルギーを持ったおもろい人、うんうん、そういう人が研修所にこう、ね、たくさんいると面白いかなと思います、うん、きっとそういう、まあ、おもろい人っていうワード、はい、がありましたけど、はいはい、きっとみんな同じことで、僕もそうですし、うんうん、やっぱりただ太鼓を打つだけで楽しむ
ことを一つ超えて、うん、例えばこの時代、うん、まあ今僕ねちょっとすごい衝撃的だった最近のニュースで、はい、あのまあコロナ禍のこともありますけど、はいはい、もうそれじゃなくてあのねアフガニスタン、はいはいはい、今世界的にさ、はい、ニュースになってるじゃないですか。なってますね、音楽をね、うん、禁止されたと、はい、いうニュースがあって、うんうん、それをね僕が見たのは、うん、それも同期のあのやつから、はいはい、こんなニュースがあるから見てくれと、うん、こんなことが世界で起きてるよと、うん、俺はこれにものすごいショックを受けたんだけど、うん、セーター見てくれと、うん、今俺はショックを受けてんだと、うん、こんなことが世界で起きてて俺たちって対抗打ちだなと、うん、いうことをねディスカッションしたことがあって、はいはい、なんかそういうことを一緒に考えられるやつが、うん、僕はなんか一緒に対抗打ちたいなと思うというか、うん、なんかやっぱりそこにはただ太鼓を打って自分が楽しいということを一歩先に超えた私たち鼓動が社会に何ができるだろうかとか、うん、やっぱ医療従事者の方なんてもう昼も夜もなく、うん、もう本当に第一線で人の命を救う仕事をしている、うん、それに引き換え私たちは太鼓を打っている、はい、ドン、それが何になるんだというのを常に問うというか、まあコロナ禍になってずっとこの話題はさ、うん、あのラジオになって何度もこの話してますけど、そうですね、でもやっぱりそこについて考えられるか、うん、そこを考えていけた方が僕は楽しいと思う、うん、そこをこう突き詰めて自分たちの意味とか意義とか今俺はこれだという暫定的な答えを、うん、あのもう決定的な確信じゃなくてもいいから、うん、なんかこうきっと俺はこういうことのために太鼓打ってんだとかそういうことを自分の中に持って太鼓を打つでその人に届けるっていうことをなんかこうディスカッションし合えるようななんか仲間に巡り合いたいというか、うん、なんかそんな人と一緒に太鼓打って全国回って世界回っていけたら和太鼓っていうものがどんどん先に進んでいくし、うん、僕たちができることが話し合って話し合って文殊の知恵で、うんうん、いろんなことがいろんなところに訴えられるんじゃないかと、うん、僕は芸術の力を、うんまあ、なんかこんなこと言うとあれですけど、うん、絶対に必要なものだと思ってて、うん、それを、まあ、この場であんまり長々と喋るのもあれなんですけど、はい、だからワンアースツアーっていうワンアースっていう言葉とか、うんまあ、太鼓ってあの言葉と違ってドンって言ったらその場にいる人全員にドンって響くじゃないですか、うん例えばもうなんか一言言ってもその言葉って人それぞれの解釈があるから、うんうん、だからなんかこう考え方の違いって言葉では解決できないんじゃないかなって思ったりすることもある、うんうん、でも太鼓ってドーンって一つの音は全員に平等に響くから、はい、なんか全世界の総理大臣とか全世界のトップが鼓動のコンサート聞いてくれたら解決するなんか国際問題とかもあってほしいな大きく出たね大きなところ行きましたねなんかそういうくらい響き合い合う響き合う、うん、まあなんかうんまあなんかなんていうかよく使う言葉に戻ってきてしまったんですけど、うんうんうん、でもそういうことなのことが起きてほしいって太鼓の力を信じるというか、なんか僕はそういう話を考えられる研修生、うんとか一緒に戦えるメンバーとか、はいはい、と一緒に作品を作っていく、うん、こんなことがおもろいよねと、うんうん、言い合えるなんかこう価値を共有できる人たちと作っていくことが、うん、やっぱり一番楽しいんじゃないかと。なるほどね。研修所っていうのはそういった意味ではそういうことを考える、うん、時間というか、うん機会がすごく多いと思うわ、うん、実は触れてるんですよあの、ね、そういうことにむちゃくちゃある種守られた環境なのよ、うん、ここって何かを排除して排除してっていうイメージがあるかもしれないけどいい意味で隔離されている、うん、今この山奥の中で情報から少し距離を置いて自分たちのことだけを考える、うん、太鼓のことだけを考えられるってすごくセーフティーでそれについて思考っていうのは自由じゃない、はい、だからやっぱりそこをいっぱい考えられるいい場所だなっていうのも一つ側面としてあるしそうですね。もうもちろん今のセーターの話聞いて言葉と同じように太鼓の音って衝撃音と捉える人もいるのよ、うんうん、だからそういった側面の話とかするとまた 2,3 日かかっちゃうから、そうですね。だからこういう話をさあなんかできていけるとこれからいいなってセーターたち世代も思ってたり今鼓動がそういうことを思う中での
この研修所っていうところに帰ってきた時、うん、どういう人が来てほしいかっていうのはちゃんとなんか思考の自由を手に入れたい人というか、うんうん、もう自分でいろいろ考えてやってみたいよっていう人とか、うん、そうですね、何でもいいけどやっぱりそれが情熱につながるのかなって思った、うん、情熱ってやっぱり情が熱いじゃん。そうですね。なんか熱いものがやっぱりあって、うん、自分の考えを燃やしたいっていう人が来てほしいなって思うし、うん、今燃やせてなくて燃やしたいっていう人、今燃えててどこに、うん、どこにぶつけていいかわからない人、うん、もうおすすめです。いいんですよ、飛び込んでみたら。小さな見ようよ、小さな情熱をにかけてみようよ。はい、ということで、いや盛り上がりました、だいぶ盛り上がりました。僕ら二人で盛り上がったんじゃないですかね。ガンさんも、うん、ガンさんの言葉から僕らがどんどんこうやって話を膨らませちゃうんですけれども、はい、まあ、でもそういう、うん、なんていうかな、だから単に太鼓叩きたいっていうことだけじゃなくて、はい、うん、なんで太鼓叩いてるんかっていうことを、はい、うん、自分はこうだから太鼓を叩く、太鼓を叩いてこうしたいっていう、はい、そういう思いを探したいっていう人にぜひ来てほしいっていうことになるかな、うん、そうですね、そうですね、うん、太鼓を通してっていうところが大きなキーワードでもあるし、うん、まあ、人として、うん、二軸ありますからね、うん、太鼓っていうところと人生っていうところのここは二つ、それがまあ絶妙にリンクしてるなっていうのは常々ガンさんもおっしゃってるかなと思うんですけど、そうですね、はい、いやでもこのラジオ2週続けて、はい、皆さんにちょっと一つ言っていきたいんですけど、はい、技術が必要だっていう言葉をね一回もね出てきてないですね。あ、そうですね。まあそれは研修所を目指す上で、うん、技術が必要ではありません、うん、僕はそれをね声を大にしてお伝えしたいんですけど、うん、太鼓がものすごくうまければ良いというわけではないですし、うん、今話したようにやっぱ気持ちの部分で、うん、ぜひ太鼓がねなくても自分の今スキルとしてでもね気持ちの部分でそういうことと向かい合ってみたい人がもしいたら ねぜひ。和太鼓でそんなこと考えてんの、うん、って思いましたか、うん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 、思いましたね、うんうんうん、どうですか。和太鼓でそんなこと考えてるんです、僕たちは。それで世界中回ってるんです、うん、だからなんかそういう人たちもこの世の中にはいるんだなと、うん、思ってもらうのもよし、ちょっと飛び込んでみようよという人もよし、お待ちしておりますから、はい、ね、まあ、太鼓はね一生懸命やってもらったらいいんですよね。そうですね、一生懸命叩いて、うん、ものすごい叩きますから、うん、だってもうそう、叩かないわけじゃないのよ。そうそうそう、今さ若干技術はいらないし、なんか叩かないみたいな感じだけど、ものすごい叩きます太鼓、ずっとすから晩までてん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 、本当に本当にもう未経験で来ても、はい、本当に一からこうやっていくので、はい、うんうん、まあ、むしろ未経験で来てそれで他の経験者よりもさらにこうエネルギー持って取り組んでっていう人がいたら、うん、面白いなって、うん、そうですね、それは面白いですね、本当に。どんなシチュエーションにでも太鼓があるからこそ距離がぐーっと縮まるんよね、うん、太鼓との、うんうん、それがまあ自分と太鼓との距離がすごく、ね、向き合うっていう言葉は簡単ですけれども、うん、なんかそうなのかなって思ったりもします。まあ、一言一言がもうここに来たらいろいろ分かりますよ、一言一言が分かる。あ、こんな簡単な言葉の裏側はこんな大変なんやっていうのは、うん、はい、ぜひ分かっていただけると思います、うん、研修所面白い場所ですよ本当に、はい、ぜひぜひ。それここの2年間を経てそうやって太鼓を持ってさっき響き合うって言って、くれたと思いますけど、まあ、世界のいろんなとこに行って太鼓の音を響かせて、でそこでいろんなまあ人がいて、はい、いろんなまあ食習慣であったりいろんなまあ服を着てたりとか、うん、いろんな考え方があったりとか、そういう人のところに行ってこうお互いにあ面白いなって思い合う、びっくりしたり、うんうん、それが多分響き合うっていうことだと思うのね、うん、なんか理解しましたっていうよりもあ面白いなとかお互いに知り合うこと、うん、まあ、そういうことを、まあ、古道の、まあ、班長さん、はい、古道を、はい、まあ、以前こう中心的な存在として引っ張ってくださってたが、その世界の各地にこう共感共同体を作る旅っていう、はい、そういう表現をされてたと思うんですけど、うん、まさにまあそういう、それが響き合う、世界のいろんなところで響き合うっていうことかな、まあ、そんなことになんか魅力を感じてくれる人、うん、ぜひぜひなんか研修所に来てもらえたらなと思いますね、うん、面白そうだな、いいですよ、うん、もう班長さん、いや面白いと思うよ、ちょっと面白がるっていうのはすごい大事よね、うん、面白そうだもん、うん、班長さんの言葉でさっきセータも原始的って出たけど、
遥かなる原始へっていう言葉が僕大好きな言葉があって、まあ遥かなる原始へっていうものがここにはあるなってすごく思うなっていう感じに思いますよ。そうですね。あーもっと喋りたいけど。だん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 ですね。来ましたね。はい。ようやくです。ようやくっていうのは僕らが喋りすぎてますから。あなたが言うことじゃないですよ。ようやくって本当にその遥かなる原始でちょっと一つだけもう最後に。大丈夫？またまたこう繋げてしまって、どうですか？いいですか？そうそう、はい。でもあのなんていうかな。そのまあ、こういう状況の中で太鼓って本当に必要なのって言われた時、はいはい、うん、あの生きるために必要ですってこう言えるようになりたいねっていうか、自分はそう思うのね、うんうん、もちろんあの食べること寝ることっていうのはあるけども、うん、でもその次にあの他のことと同じように大事、はい、生きるために太鼓って大事ってそう思える、うん、それはもう本当にこう原始的な感覚というか、うん、はい、うん、まあ、そういう太鼓でありたいなっていう思いはなんかあります、うん、いやありがとうございます。ありがとうございました。これ多分今日この収録終わってから、はい、もうあと 2,3 時間話すと思います、うん、ガンさんと一緒にね。ありがとうございます、それぐらい本当にまだまだ話し足りないところではありますけれども、はい、うん、エンディングとなってまいりました。そろそろエンディングですか。はい、ありがとうございます。皆様2週にわたって2週にわたってありがとうございます、ありがとうございましたね。これぜひね、なんか熱い思いの熱い思いを持った若者がこれを見ていただいた皆さんの周りにいらっしゃいましたら声かけて見ていただきたいなと思ってます、はい、僕たちもおもろい人会いたいなと思いますので、ぜひ広めていただけたらいいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、おもろくて熱い人ね。熱い人ですよ。おもろくて熱い人、うーん、ねえ、まさに今ここで頑張ってる研修生たちもそう、その熱い思い持ってやってますね。おもろいよ、おもろいやついっぱいいますからね。おもろいな、ね、そこで見てるね、もう味方が3、もう5人5用なのよ味方が面白いよ。はい、はい、それではガンさん、はい、最後に研修所を目指す若者に向けてというメッセージ、メッセージお願いできますか。はい、まあ、メッセージというか思いを伝えさせてもらうと、はい、うん、太鼓に人生かけてみませんかと、うん、そういう言葉を最後に伝えさせてもらいたいと思います、うん、もちろん人生長いからね、途中で何があるかわからないですけど、まず2年間太鼓に自分をかけてみようという人、ぜひぜひお待ちしてます、うん、人生のこの大事な時期2年間をぜひここにかけてみて、それで自分から何が生まれるかチャレンジしてみてください。ありがとうございます。はい、もうね、余計なこと言わないでいいのよ。もうこのガンさんの言葉につきますから。はい本当に何も喋れなくなっちゃったから、ね、これでしかない。もういや本当にもうね、喋り尽くしましたから、はい、もう今後2週にわたってもう伝えたいことは全部、はい、何度も見返していただいて楽しんでいただけたらと思います。はい、ね、いろいろ伝えさせてもらいましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございました。やっと念願かなって、うん、はい、ありがとうございました。嬉しいです僕も。はい、なりました。思いがね、少しでも伝わってると嬉しいなと思います。はい、思います。それでは、はい、第58回ですね。はい、第58回のラジオはここまでとなります。はい、次回の放送もお楽しみに。はい、ありがとうございました。